今年も夏の風物詩、高校生クイズの季節がやってきた。長い歴史を誇る同番組だが、その歴史の白美の一つとなったのが、クイズノックを立ち上げ、現在各メディアで活躍するクイズの帝王、伊沢拓司を生み出したことだろう。では、尊ん伊沢擁する海星高校が初めて全国の頂点に立った2010年、その舞台裏では何が起きていたのだろうか。 ナンバーウェブノンフィクション全4回の3回目、続きを読む。3度、日テレ工事町スタジオに戻ってきた伊沢拓司は、緊張していた。2010年8月、高校生クイズの準決勝。ここまで一連の流れを自らプロデュースし、図らずも狙い通りにことが運んできた。伊沢の野望と言ってもいい、優勝してクイズを認めさせる。 という目標も、いよいよ現実味を帯びてきていた。順風満帆にもかかわらず、周囲の声が聞こえなくなるほど、伊沢はナーバスになっていた。何度もトイレに行きたくなる。テレビに流れる甲子園の映像も、なかなか頭に入ってこない。ただただ、不安が押し寄せてきた。緊張の原因は、準決勝のスタイルにあった。準決勝は例年、 受験問題に類する学問的な問題が出題され、それを2問選手した2校が決勝に進出する。ということは、必然的に受験生である高校3年生が圧倒的有利になる。伊沢がいかにクイズの知識と技術に優れているとはいえ、そもそも高校の履修範囲も終えていない高校1年生にできることには限界があった。俺、何もできないじゃん。 っていう現実に、ここで直面したんですよね。クイズなら早押しの技術もある。知識の幅ならナンバーワンの自信もあった。だが、勉強問題は伊沢が主導権を取ってできることはほぼない。ましてや数学や物理で任された計算でも間違えようものなら、マイナスにすらなりうる。初めて直面するゼロかマイナスかの世界は、伊沢にとってこの大会で初めての恐怖だった。 他人任せにするしかない。え、これ、超怖えって。自分に主導権がないところで自分の運命が決まるって、こんなに怖いんだって。